本上は、日本の政治家、会計学者、元財務官僚。衆議院議員、参議院議員、日本維新の開国会議員団政策調査会長、次世代の党政策調査会長などを歴任した。愛媛県北宇和郡吉田町出身。本席は、愛媛県南宇和郡一本松町。宇和島市立明林小学校。 宇和島市立上等中学校、愛媛県立宇和島東高校卒。1988年3月、東京大学法学部卒業。同4月、大倉省に入省。大学、大倉省の同期に、古川元久がいる。大臣官房秘書課係長、主税局係長、梶木税務所長、在マレーシア日本大使館一等書機関、国際金融局。 理財局、大臣官房文書課課長補佐藤。2001年11月、桜内義雄の孫の優子と結婚、桜内生となる。2002年4月、新潟大学経済学部助教授に就任。2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙に愛媛4区より、無所属で出馬するも、自民党の山本光一に敗れ落選。 2010年7月11日、第22回参議院議員通常選挙に、みんなの党より比例区に出馬し初当選。2012年9月11日、みんなの党に離党届を提出。日本維新の会の決闘に参加後、議員団政調会長に就任。2012年12月4日、参議院議員を辞職。 同年12月16日執行の第46回衆議院議員総選挙に愛媛4区より日本維新の開港人で出馬し山本に敗れるも比例復活で当選その直後の12月21日桜内神英の運動員 A が他の運動員 b c を現金数万円で買収したとして運動員 A が公職選挙法違反の疑いで逮捕された これを受け、選挙後の役員人事では、政調会長続投を辞退。2013年10月に、国会議員団政調会長代理に就いた。2014年6月5日、日本維新の会分党決定に際して、山田博士を座長とする、新党準備会に、参加、12日暫定人事として、新党の政調会長に内定。8月1日、 次世代の党決闘に参加し、党政調会長に就任。同年12月14日党開票の第47回衆議院議員総選挙で愛媛4区から次世代の党公認で出馬するも、維新の党が対立候補として森夏江を擁立したこともあって、山本に敗れ落選した。2017年の 第48回衆議院議員総選挙では希望の投公認で出馬したが、小選挙区で山本に敗れた。赤敗率70.4%で、比例復活もならず、2回連続の落選となった。桜内は後に自民党からの立候補を希望していたが公認が得られず、無所属で立候補をしようとしていたところ、希望の党が候補者擁率の動きを見せたためこれを、 回避するためやむを得ず同等の公認を受諾した、と弁明した。2019年8月以降、自民党二階派の研修会に参加するなど二階派に接近し、志卒会常任参与に就任した。9月に山本が次期衆院選への不出馬を表明すると、桜内は山本の後継として、 自民党公認を目指す意向を表明し、それに向けた署名活動を始めたが、桜内と長年選挙戦を争ってきた四区内の保守経験ギラは10月21日に桜内を後継候補の対象としない方針を確認し、桜内の動きを牽制した。12月18日、桜内は自民党、愛媛四区の公認候補を選ぶ候補に前で応募したが、 選考の結果、4区内の全地域支部の多選を受けた元総務省官僚、元愛媛県副知事の長谷川淳次が選ばれ、2020年1月14日に自民党本部は正式に長谷川を支部長に充てることを決定した。2020年12月15日に桜内は会見を行い、無所属でも戦い自民党所属の国会議員を目指すと述べ、 次期衆院選で自民党の公認が得られない場合でも部所属で愛媛4区から立候補する意向を正式に表明した。また、この時点ですでに自民党の一般党員となっていることも報じられた。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙では無所属で出馬したが前回より得票を減らし落選。 2013年5月27日、党代表、橋本徹の記者会見に同席した際、歴史学者の吉見義明の慰安婦問題に関する、英訳版著書、コンフォートウィメン、セクシュアルスレーブリー、インザジャパニーズミリタリーデューリングワールドオーツを、司会者が引用したことに関連し、それから、ヒストリーブックスということで、吉見さんという方の本を引用されておりましたけれども、 これはすでに捏造であるということがいろんな証拠によって明らかとされておりますと発言した。同年7月26日、桜内は吉見から名誉毀損で提訴された。吉見は研究者としての名誉と信用が著しく傷つけられた上、発言の映像がインターネットで世界中に繰り返し流され苦痛を受け続けていると述べている。 訴訟の中で、吉見は1200万円の損害賠償と、謝罪広告の掲載などを要求した。2016年1月20日、東京地裁が吉見の請求を帰却。同年12月15日、東京高裁では、桜内の発言について、日本軍が女性を強制的に性奴隷としたとの事実または慰安婦について、強制性があったとの事実はすでに別造であるという。 ことがいろんな証拠によって明らかとされているとの発言をしたものと、理解することも十分に考えられるとして、吉見の請求を棄却した。2017年6月29日最高裁の上告棄却決定により、東京高裁判決が裁判結果として確定し、桜内が勝訴する形となった。日本国憲法第41条以下の統治機構改革を目的とする。 会見論を主張。具体的には、国会と内閣の間での権限と責任の、再配分、司法における、憲法裁判所の設置、財政における政府の財政運営責任の明確化、地方自治における、地方自治体への独自立法権と独自財源の付与、等について、憲法改正による、国のガバナンスの仕組みの抜本的な見直しを、主張している。 ありがとうございます。